おはようございますす石橋です今週も始まりました「ゲートセブン」今週もあれを達成した阪神タイガースは日本一になってそれも達成できるのかということで先週に引き続き筧さんと一緒に深掘りしていきますだからそれと1年間戦って一番そのチームを預かる監督者に怖いのってのは怪我だと思うんですよ。で阪神が その他のご球団と比べて大きな怪我人が出たことがないんです、まあ、近本出るはありましたけどそれ以外はね本当にななでですすいんですピッチャーしかあり、まあ、確かに青柳だとか西勇輝っていうのはちょっとファームに落ちたりしてましたけどもそれでも彼ら8勝とか7勝ぐらいしてるんですからね。 そういう意味では本当に怪我人が出なかったですね。そう。ええ。大きなね怪我の人がいなかったですよ、ね。そ,そうなんですよ。では加健夫さんピッチャー陣でここがやっぱり強かったっていうところはどうですか。まあ予想外の村上、うん、予想外の大竹ですね。だから岡田監督は、うん、あの二月のキャンプの時に、うん、西純也と。うん でで貯金すするっって言ったんですよ、うんうん、この2人で貯金すると、うん、青柳と西勇輝はローテー守ってくれればいいと、うんうん、でこの西純也佐伯っていうのはまあローテーション守りきれない中、うんうん、村上ですよ高木さん防御率これも間違いないですもんね、えー、<時>これもねキャンプの時にブルペンで受けるキャッチャーの方たちが監督に、うん「 ととんでもない,い,いボール投げてますよとあの報告があったんですってそれで運が良かったのは伊藤史が出遅れたんでですよで体重量云々でだからその時に最初は監督は村上をロングリリーフでね中継ぎで一回使ってみようと思ってたらしいんですけどあ伊藤将司が出遅れるんであればそこのローテーにこれだけブルペンのキャッチャー陣がいい球投げてるんであればちょっとはめてみようと思ったらはまったんですね。